はい、では平野さんの今後1年の仕事運。あ、もう辞めたことですでに最初のね、前進とか最初の成功みたいなカードが出てる。はい、ズバッと出ました。今後1年の運勢、そこそこいいかな？そうだね。なんかもう過去にもう辞めるみたいなね。審判の逆が出てるからもう、多分もうちょっと前からあんまり辞めようと思ってたんじゃない？今はね、前進のカードが出てるよ。これ最初の一歩。前進して、成功して、小さな成功。で、周りを俯瞰して、さあ次は自分どこに行こうかな、みたいな、そういうカード。もう今現在。うん。ただね、気持ちがね、なんか人を傷つけちゃったとか、こう、共栄とか、自分の共栄とか、うぬぼれとか、なんか、失ったものも多い。失ったものとか、傷つけたものもたくさんあるなっていう自覚はある。多分、ファンの方とかね。うん、あと、事務所辞めたらね、お金もそうだしね。そうだね。自分のうぬぼれかなみたいな。それでいろんなものも失ったし、誰かを傷つけてしまったなっていうのもある。で、近い将来、2、3ヶ月後とか、トラブルとか、なんか紛争とか、そんなカードが出てるのは気になるけど、あと気になるのはそうだね。金銭的な安定とかに対する問題が若干出るので、まあ辞めたから、まあ普通はそうだよね。お金、若干苦しいけど、彼のこう、スキル、能力を買ってくれる人はいましてですね、こう一つ終わって転換、まあジャニーズを辞めるっていうことで、またさらなる高みに行きます。忍者のカードだね。自分は何をすべき、どこに行くべきみたいな感じで、すごい、仙人のように考える一年だと思いますよ。なんか、積極的に行動して派手に何かするっていうより静かに考えるみたいな、そんな一年だと思う。もう冒険に出ちゃいなよって感じだね。だから、その2、3ヶ月後のなんか、紛争とかトラブルと、あとお金のなさみたいなのが若干気になるだけで、基本的に、まあ、とても良いっていうか、うん。静かに自分の内側とこう話し合う時期みたいな、そんな感じかな。ね。まあまあでございます。続いて、騎士さんの仕事の1年間。騎士さんは、あれもこれもって野望があることがなんとなく分かったけど。ズバッと出ました。騎士さんの方が厳しそうかな。いろいろ逆風とかトラブルとかが襲いかかって、それと戦うとか耐えるみたいな一年間。耐えたり戦ったりして一年間過ぎちゃったみたいな。そんな感じだと思う。何かをこう叶えるとか、前に進むっていうよりは、なんかそういう襲いかかる何かのに対処しててこう終わる感じがする。騎士さんね。うん、なんか、まずね、現状の中にまず幸せとか問題点を見つけてるの。で、自信がないカードと自信のあるカード両方持ってて、気持ちの中に。かなり迷いが見られるね。近い将来、備えるとか緊張感のカード、粘り強さ、何かと対抗するカードが出てて、立場のところにもね、恐れとかトラブルとか迷いのカードが出てる。うん。あ、これ二つあるんだけど、ね。安全牌を行くか、冒険を行くか、どっちにしよっかな、みたいな。うん。結構迷ってると思う。で、環境に逆風が吹く感じ。ワンドの6の逆。スランプとか逆風敗北みたいな感じ。で、恐れのところにも対人トラブルとか出てるでしょ？不和とかね。で、最終結論がソードの7など、7だから、理性が勝って、なんかこう、トラブル回避みたいな感じだけど、全体的に、トラブルみたいな感じでしょ？なんか、自分の迷いとかトラブルとか、何かがゴニョ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 終わって、それを対処しなきゃみたいな感じだから、まあそうだよね、それはそうだね。最初の1年目から大成功みたいな、それはないよな。うん。そうだよね。なので、そんなごちゃごちゃしたものを処理する1年みたいな感じですね。はい。対策注意点、ソードの9か。あまり悩みすぎないようにね。うん、明るく行こうか。
続いて、神宮寺さんの今後一年の仕事。個人的には一番神宮寺さんが不安ではあるかな。岸さんとさ、平野さんはやりたいことがはっきりしてそうじゃん。明確にありそうじゃん。神宮寺さんが個人的に一番どうすんのかなっていう。そのね、ジャニーズっていうカゴの鳥をどう捉えるかなんだけど、能力のある人は全然去って大丈夫だろうけど、そうなんだね、残った方が幸せな人もいるかもしれないよね。眞子さまもさ、あのアメリカに行ってそれが幸せだったのかしら。いや、残った方、残るっていうか、ね、なんだろう、もっと安定した生活の方が幸せだったんじゃないのかしら。捉え方の問題だよね。それで幸せだって言うかもしれないし、わかんないよね。いや、なんかほんと皇室みたいだなと思って。ジャニーズ。うん、ちょっと特殊な閉ざされた空間みたい。はい、ズバッと出ました。神宮寺さんね、あのめちゃめちゃ感情が不安定よ、しばらく。半年くらい不安定よ。一年かけてやっと、はあ、やっと苦しみから抜け出せたみたいな感じ。ずーっときついわ。今、総殿さん、なんかもう傷ついてるし、ショックだし、悲しいし、別れはあるし、自分は未熟だし、なんか、現実逃避したいみたいな。うん。もう、不安定で不安定でしょうね。2、3ヶ月後もまだ不安定。もう気持ちが揺れて揺れて揺れてしょうがない。で、ね、立場のところに、ソードのエースの曲でしょ？なんか、誰かを傷つけてしまうとか、なんか言葉の力、言葉で誰か傷つけちゃうとか、うん、混乱のしてるし、神宮寺さんを取り巻く環境も、なんか迷いとか、恐れとか、だから神宮寺さんも迷って不安定だし、周りも、どうしよっかみたいな、なんか、仕事の仲間なり、友達なり、周りの人も扱いがどうしようか、みたいな、なんか不安定な感じでしょ？で、恐れのところに紛争トラブルのカードも出てるって、で、一年後にやっと苦悩の終わりのカードですよ。一年かけてようやく不安定さ、どうしようどうしよう、自分どうしよう、これからどうしよう、みたいな不安定さとかショックとかからやっと一年かけて立ち直るみたいな感じ。対策注意点、ソードのキング。現実を見ろと。現実的になって、あの、厳しい判断をちゃちゃちゃっとしていきなさいって。うん、YouTube 段になってる暇はないよって言ってる。うん、一番、こう、不安な予感がしたけど、やっぱり、うん、一年くらいずっと不安定だし。続いて、長瀬さん。いや、なんかね、みんな、人生いろいろあるよね。あるよ。皆さんも あるでしょ？あったでしょ？人生。うまくいかないこととかさ、転職したけど、ああ、なんか、余計ひどくなったとかさ、なんか、人間関係のトラブルとかさ、あるよね。生きてればみんなあるんだよ。だから、ジャニーズの皆さんも人間なんでいろいろあるんですよ。ね、その中で生きるしかないんだけれども、頑張れ。長瀬さん。ズバッと出ました。長瀬さん、なんか、残ったじゃない。残ったからゆえなのか、あの、ジャニーズ的には、すごい大事にしてくれそう。ありがとうみたい。残ってくれてありがとうみたいな、すっごいなんか、良い立場とか、立場なりお金なり、なんかそういう成功なり、そういうものをすっごい保証してくれそう。ジャニーズ的には。なので、まあ、ある意味、チャンスといえば、チャンスとか大成功みたいな、残ったゆえのね、そんな感じがもうすでに出ている。まあ、これはこれでありだよね。ね。うん。なんか、存在には扱われないと思う。ただ、長瀬さんは、逆に今度、なんか、辞めた3人が1年くらいかけてこう、なんか、落ち着くのに対し、長瀬さん1年くらいかけて逆に、あの、不安定になりそう。なんか、悲しみがじわじわ、なんか、悲しみさっきから出てたけどね。
悲しみがまだ1年経っても言えないかな。1年後にさ、妄想とか現実逃避のカードが出てんだよね。なので永瀬さんはすごい成功するとか良い立場とかお金とかはすっごい保証されて大事に扱われそうだけど、本当にこれでいいのかなみたいな、なんか1年くらいもや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 、なんかもう自分もそう、やめそうもないってさっき出たんだけど、それにしてもなんかこう現実逃避のカードが出てんなと思って、永瀬さんもこう選択を迫られそうだな、安全と冒険の選択を最終的に迫られそうな感じがする、どうする。はい、高橋さんの仕事の1年間、あ、もう結構長時間占ったよ。タッキーの時より占ったよ。タッキーの時1時間20分くらいだったけど、今回はもう1時間半を超えたよね。1時間40分？なんか結構長い感じ占ってる。でもね、今ね、大事だからね。大変だからこれは占わないとな。いやー、こんな立て続けになんて、ファンの皆さんもショックよね。いや、なんかそんな特段ファンじゃないみたいな、こんな人でもさ、私でもさ、いや好きだけど、さ、そこまで熱狂的なファンじゃないって人でもこんな動揺してんだよ。なんかみたい、キンプリがみたいな。だからファンのね、方々にとったら、そりゃあしんどい話ですよね、これね。高橋さん、ズバッと出ました。高橋さん、まあまあいいと思う。高橋さんね、今現在、回復とか悪夢から目覚めるみたいな、抜け出すみたいなカードが出てるの、状態として。で、気持ちも明るいカードが出てるね、幸福とか。過去を断ち切って生まれ変わらなきゃみたいな感じ。過去に悪魔の逆も出てるし、もうこの剣は断ち切って前に進まなきゃみたいな前向きな感じが出てる。一個気になるのは近い将来に法王の逆なので、ね、ジュニア占った時にさ、いつだっけ、去年か今年か。散々法王の逆が出て、なんだなんだって、それでタッキーを占ったらタッキーに死神が出て、っていうね、そういう経緯があったけど、また法王の逆が出てるよ。なんかルールに縛られるとか、ルールモラルみたいな、そういうのがきつすぎるか、縛られてガチガチか、もしくは逆にルールモラルを破るかみたいな、どっちかのカードなのね。でもまあ破りはしないかな。ガチガチのルールモラルみたいなのに縛られちゃうのかな。で、彼自身の存在立場はカップのキング。もう、人望の厚い人です。優しい。優しくてね、節制のカードも出てるし、優しい、人望のある、寛大な、温厚な先輩みたいな感じで慕われそうだし、環境には女強行。これこそジュリーさんかな。ジュリーさんから気に入られてんのかな、ね。そういえば、キンプリの前回の占いの最終結論が女強行だったね。そう。これ、ジュリーさんの言うことを聞いてれば、まあ問題ないのかなって言ったけど。高橋さんはジュリーさんに気に入られてんのかな、で、最終結論もペンタクルの2なので、なんかバランスを取りながら、臨機応変に上手にやりそう、器用に。対策注意点も正義だね、バランスを取りながらみたいな感じ。まあまあいいと思う。そんな別に特段すごい悪いわけじゃない。いいと思います。以上になります。ああ、また超対策になってしまった。皆様、希望落としすぎないように。では、じゃんけんいきます。って言ってもね、落としちゃうよね。そうだよね。なんか早く回復しますようにお祈りしてます。ね、みんな、こう、脱退したメンバーを含め全員の将来、ね、未来、人生をこう、幸せでありますようにってこうね、祈れるといいな。はい。では、じゃんけんいきます。たまーき、じゃんけんぽい。ファンなので、チョキの人の勝ちだよ。じゃあね、バイバイ、ありがとうございます。